ちゃん、てっちゃん、えさレさよチャンネル、今日は今回は筆箱紹新学期の筆箱紹介リッチャー編です。せっちゃんの筆箱と、しょっちゃんの筆箱と紹介したので、次はリッチャーお願いします。はい。開けていいの？うん、いいよ。父ちゃんはやっと音が出て。では、お願いします。はい。まず、これ。一種もまずはどうなってんだ、こうか、赤ペンと青ペンです。一緒だよね、一緒一緒、これすごいよね、うん、ほら、あ、鉛筆コロコロで遊ぶ、あ、ペンはこれこうか、こうやって磁石でつくんだよね、あのさ、バラバラにならないね、すぐ見つけられる。たださ、あの他のものもしつきそうだね、クリップとかも全部しつきそうだけど、まずはしょっちゃんのがこれで、りっちゃんが買ったのが赤青ペンの磁石でひっつくやつです。はい、次はで次は消しゴム、はい、レインボー、これはしょっちゃんとせっちゃんと同じやつのレインボーバージョン。これはね、あ、これも紙かと思ったらちゃんとプラスチックのやつなんだ。です。かわいいよね。はい、次が、うん、みんな一緒のリラックマ。そう。みんな買ったリラックマ。これは後で撮影します。はい、最後です。最後は初めて。そうか、マーベル以外は久々だね。形的にはしょっちゃんのと似てるんだね。久々っていうか、こういう系が初めて。うん、ほら、巻きつけられるね。あ、そうだね。今回りっちゃんが選んだのは、最初マーベルを持ってたからマーベルのを買うのかと思ったら違ったね。でもりっちゃんの好きな紫です。これを一回外して、りっちゃんが選んだのはこれです。まずここにやっぱりいろいろ入れられる。今回3人ともあれだね、分けて入れられるタイプだね。を1つ1箇所と2箇所目がここ。あ、この濃い色だったら汚れないね。ちなみにりっちゃんはね、筆箱の中は汚しません。しょっちゃんとせっちゃんは鉛筆キャップを外れたまま入れるから黒くなります。しかもここも黒だから、りっちゃんの筆箱は今回汚れないからいいね。私なんかよく暗い系しか選ばない。かわいい、これ缶バッジつけたり、なんかついてる、あ、ほんとだ、かわいいキラキラついてる、飴みたいね、飴みたいのがついてる。302ってどういう意味なんだろうね。マイスイートさあベビー、かわいい。今回りっちゃんの筆箱はこれです。マーベルかと思ってた。これ、うん、違うんだね。マーベルいっぱいのとやつをいっぱい持ってたじゃん。どれにしようかなって、なのでりーちゃんのこれも神尾ジャパンだ。すごいね、神尾ジャパン。神尾じゃない、うん、神尾ジャパン。何でも、え、鉛筆もだったよね。鉛筆も消しゴムも何でも作ってんだね。すごいすごい。これもだよ。これもこれもだ。あ、本当だ、これもだ。すごい、何でも神尾ジャパンだ。これはクーリアっていうところ。ノートとか、ノートとかなんかいろいろあったよね。あ、消しゴムと一緒なんだ。りっちゃん小学校5年生3学期の筆箱はこれでした。また今度中身の入れ替えとかの動画をまた撮りたいと思います。はい、大切にしてください。りっちゃんも次は6年生に上がるので。小学校の間はきっとペンシル禁止なのかな、先生によってなのかな、禁止。そうなんだ。じゃあまた募集されてる。そうなの募集はやだねではまた進級するときにまた筆箱とかを全部揃えたいので、1学期間、3学期の1学期間ですが大切に使ってください。では筆箱見せてください。せっちゃんのとしょっちゃんのとりっちゃんの、りっちゃんぼーっとしてんの、りっちゃんのでした。では3姉妹の筆箱はこれに
なりました、決定しました。なので3人とも大切に使ってください。次はリラックマの消しゴムの開封を取りたいと思いますので、ぜひそちらも見てください。皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ、グッドボタンもよろしくね。バイバイ、バイバイ、また見てね。バイバイ。